ミュージックエモーション、こんにちは、Pさんです。ミュージックエモーション始まりました。米子の皆さん、山陰の皆さん、そして全国の皆さん、どうお過ごしでしょうか。なぜ聞いたかっていうとね、やっぱり夏のね、夜は長いんですよね。なぜかね、寝つけない日も多いんじゃないでしょうかね。ちょっと暑くなってね、寝れないっていう日もね、増えてくるとは思いますけど、なんか夏ってね、元気がね、溢れちゃってるっていうかね、なかなかね、寝つけないっていう。逆にね、夏の反対、冬はね、結構コロッとね、寝れたりするんですよね。本当に不思議なもんですよね。ということでね、真夏始まりました。7月になるとね、やっぱり夏っていう感じしますよね。さてさて、メッセージの方行かせていただきましょうかね。オカポンさんからいただいております。 P さん、7月になったね、なりましたね。その前に先週6月最後の週末は告知通り関西に行ってきたよ、ということでね、オカポンさん、ということでアクティブですけどね。まあ7月になったってことはね、今年、まあ、半年終わってしまいましたね。残り半年どういう風にね、過ごしていくかというところなんですが、オカポンさん、松中明憲くんの16周年ワンマンライブ、すごいね、16年もやってるのか。何歳だろう、もう40ぐらいってこと。神戸トキワアリーナ小ホールかな、席140人くらいのこじんまりしたホールだったけど、グランドピアノは常設されてたり、ステージや客席も大きなホールを凝縮した感じでよかったよ。絶対ね、小ホールとはいえね、ちゃんと計算されてるから音もめっちゃ良かったんじゃないですか。公演も松中くんのグランドピアノにアコギのサポートとコーラスのサポートが加わり、いつものライブとは異なる音が楽しめたわ。音が楽しめた、音楽じゃないですか。おしゃれなこと言いますね。コーラスが入ると曲がより引き立つから、ほんと特別感が味わえたよ。1月のライブハウスでは今回のサポートに加え、バイオリンとかパーカッションも入ってたりしたけど、ワンマンらしい特別なライブはちょっとした遠征にもなって、足を運びたいね、ということでね、オカポンさんでしたけど、まあなんだろうね、ワンマンライブ、ホールワンマンライブって、まあ、お客さんにとってもね、やっぱりね、特別だしね、ご褒美的な感じかな。ちょっとリッチだよね。ライブハウスとかさ、まあ、インスタライブとか、ああいった無料のライブとかもね、含めてね、とは全然やっぱりね、違うんですよね。出演者側もね、ワンマンライブに向けて、いろいろとやっぱり試行錯誤、準備もするから、やっぱり気持ちがね、違うと思うんだよね。もちろんどのライブもね、一生懸命だとは思いますけどね、特にそんな感じがするかな。で、16周年ということでね、このまま、まあ、17、18、19、20周年めがけてね、行ってほしいしね、どうなんだろう、一生音楽でね、やっていくのかな。まあ、音楽はね、仕事しながらでもできるもんだし、まあ、一生できる、なんだろう、まあ、生きがいにはなるのかなとは思いますね。やる側もね、聞く側もね、それは双方同じなのかなと思いますね。やっぱり一方だけだとね、成り立たないからね、聞くだけでもね、演奏する側だけでもね、成り立たない部分があるんでね、双方向、ダイバーシティ、ちょっと行ってみたかっただけみたいな感じでね、ということでね、こちらのね、ラジオ番組、ラジオアーカイブの方がね、YouTube チャンネルのね、P さんチャンネルというところでね、アップしておりますので、ぜひね、毎週毎週アップしてますから、コメントの方よろしくお願いします。このように読ませていただきたいなと思いますけども、これからちょっとね、出張がありますのでね、ざざっと曲をね、今から5曲放送させていただきたいなと思います。今日は日野江翔英くんのね、曲です。聴いてください。1曲目、チアソング。2曲目、ハンバーグ。3曲目、愛の歌。4曲目、アイアイガサ。そして最後5曲目が反面教師です。それではどうぞ。
ったことを悔やんでばかりの毎日自分はダメなやつなんて思っちゃいないかい長所も短所もさあってこその人間だろう頑張ることに疲れたらとりあえず一休みしてもう一度自分らしく生きてゆけばいい生きてこそ僕ら生きてこそほらいろんなことが降りかかるんだだけど一つだけ君に言わせてよね君の笑顔が一番の魅力、oh.小さなきっかけが見つかればそれが種となり花を咲かすだろうまだ全て投げ出すのは早いだろした頑張れるように時々この歌を思い出して、oh, 心にはいつも晴れ模様の空人はそれぞれ輝けるはず生きてこそ僕ら生きてこそほらいろんなことが降りかかるんだだけど一つだけ君に言わせてよねえ君の笑顔が一番の魅力聞く
したいから早めに仕事切り上げて起こされて気づいた。そうだ、今日はどこか遠くへ連れて行くと言ってたな。今だから言えるけど、こんなに長く続くなんて思わなかった。
迷わずに歩き出せる君の傾れないように体寄せるたび心に刻み込んでゆくこの先も君を僕という名の傘で守るべきものを見つけられた素直になれず傷つけた時も冗談交じりで笑わせた時も重ねた時は忘れかけてた大切なものに優しい光が差す今降りしきるこの雨がいつか止んだ時鮮やかな虹がかかるように僕らが描いてる空まで続く世界をどんな時も信じている胸に感じながらこのまま君に傘を差すよ強がりな君もその優しい笑顔も泣けるほどに愛してる傾れないように体寄せるたび心に刻み込んでゆくこの先も君を僕という名の傘で包み込んで瞬間に垣間見える嫌な
られて誰かに頼られて、そんな立ち位置があるかもしれないから、きっと本当は悪いやつじゃないのかな。でも何があっても僕は君が嫌い。気づかないふりしてうまくやり過ごせたなら、それ以上のことは起きないと思うけど、どんな人でもそれがストレスだと口揃えて言う、そんな世の中だ。嫌いなやつともうまく付き合っていかなきゃ、憧れて誰かに教わって、そんな立ち位置の人がきっといるはず。きっとそうやって自分らしさが生まれて、またいろんな人と出会ってを繰り返す。誰かが誰かの反面教師、誰かに頼られて、そんな立ち位置で僕もありたいけれど、きっと僕のこと嫌いな人もいるから、せめて目の前の人のことだけは大切にしたい、大切にしたい。はい、聞いていただきました。日野江翔英で1曲目チアーソング、2曲目ハンバーグ、3曲目愛の歌、4曲目アイアイ傘、そして最後5曲目が反面教師でした。ぜひね、日野江翔英くんのライブにも足を運んでみてください。ということでですね、こちらのラジオ番組YouTube のね P さんチャンネルにラジオアーカイブを載っけております。毎週更新しておりますのでね、ぜひ、聞いていただければなと思います。昔のねラジオアーカイブだとね、それこそタモッちゃんとかね、タカラさんとかも出てた時代もちゃんと残しておりますので、多分、ぜひねそこら辺もね聞いていただけたらなと思います。あとはこの番組稀にですね、プレゼントキャンペーン、プレゼント企画やります。コメントいただいた皆さんに全員プレゼントというね、めちゃくちゃな、企画をねやっておりまして、まだねいろいろねプレゼント残ってるって言ったらねちょっと微妙な感じなんですけど、いろいろありますんでね、ぜひその辺もね楽しみにしていただけたらなと思います。あとはねリクエストなどもねお待ちしておりますのでね、よろしくお願いします。さあ夏は始まったばかり、夏本番です。海行くのもいいし、山行くのもいいし、それこそライブにね行くのもいいかなと思います。夏祭りのレポートも待っておりますよ。ということで、あっという間の30分、 P さんでした。それでは皆さん、またね。